ののチャンネル。今回は11月15日に J リーグからリリースした J リーグの新たな成長戦略とリーグ組織の構造改革について話していきたいと思います。まず J リーグって30年経ちました。でクラブ数も10から始まってもう60になります。でいろんなことは成長はしてきていて、今はもちろん悪くはないのかもしれないけど、このままでいいと思ってる人は多分いない。で、まあ、むしろこの先大丈夫かなっていうふうに感じてる人の方がもしかしたら多いかもしれない。でじゃあどう何をどうやっていこうかみたいなことを考えなきゃいけないし、このタイミングで、今までとはちょっと違う発想でみんなで進んでいこうよっていうことを各クラブともしっかりこう話して目指す方向性を明確にしなきゃいけないっていう状況がまあありました。というかまあそういう状況だと僕は思ってました。でまあまあ半年、今何ヶ月、7ヶ月か8ヶ月、はい、で僕はこう思うんだけど皆さんも一緒にこういう方向でいきましょうよっていうことをこの数ヶ月でまあ決めてきたみたいなことかな。2個あって、まあ、1個はとにかく今58、来年60になる、その60、58、60のクラブがそれぞれの地域でいかに輝くかみたいなことを徹底してやろうと思ってるのね。実際にクラブに行って手伝いに行って、自分たちもし力があるならクラブの売り上げ伸ばせるでしょっていうようなことをもう全国でやりたい。まあ、そうすることでそのクラブが成長できると思うし、でかつ一個一個全然違うのよ、そのクラブの抱えている課題と か, だかそのスイッチは一体どこにあるのかみたいなことを一緒にこう探して解決していくみたいなこと。昔は10クラブしかなかった時はまだメディア環境も東京の地上波で全国にボーンと行けたかもしれないけど、まあ今そういう時代じゃなくなってるじゃん。まあ、でもある地域のローカルの民放はその地域のそのクラブが成長してくれたら必ずいいコンテンツとしてメディアからしても使えるものになるはず。その地域だけでもいいからどうやって露出をしてあげるか、でそこにはもう人もお金も使っていってその地域でのファンを増やす、クラブの価値を上げるみたいなことをもう全部でやるっていうのがまあ一個ね。それはもう基本的な部分で、これはもうサッカー、日本のサッカー文化をより育てていくための一つの大戦略みたいなこと。でもう一個はトップトップのクラブがどれだけもっと成長できるかみたいな。これは、グローバルのコンテンツになるか、グローバルというのはその世界でも戦えるチームコンテンツになるか、または国内でも圧倒的にいいメジャーなクラブチームになるかみたいなことがすごい大事で、これはどっちかというとそのサッカーで勝負、世界と勝負するっていうことでも大切な部分ではあるんだけど、なんか一個サッカービジネスの中で一番重要とされる、その金額的に一番重要とされるのはやっぱどうしても今放映権ってことになるから、放映権の金額をもっと伸ばせるかどうかはトップ10ぐらいのクラブがどれぐらい人気があるかとニアリーイコールなのね。でそこがもっと圧倒的に国内で人気にならないと放映権って上がらないのよ。じゃあ今日本どうかっていうと、やっぱりいくつか、あこのクラブかなっていうクラブはあるじゃない。でもじゃあそのクラブが30年前もそうだったかというと多分そうではなかったり、この10年間でチャンピオンに何回かなったことがあるクラブって、まあ、多分広島、川崎、マリノスのその3つぐらいだと思うね。リーグ戦は複数回伸びてもらわないとビジネス的にももう頭打ちになっちゃうから、それをどう伸ばしていくかっていうことは、58を文化として育てる、ビジネスとしてもっと伸びてもらうっていう、そのまあ2つを分かりやすく徹底的にやらないとダメなんだろうなと思ってるっていうのがまああると。で、あとはだからいずれにしても競争だと思うのね。例えばトップ10のクラブとかって言ったとしても想像はするかもしれないけど、その想像したクラブが
この先10年20年後にそのままトップ10で入れる保証なんて何もないじゃない。でもっと本当に競争をしていくっていうようなことが当たり前になっていくと、ガッと伸びるところは今たとえ J2 とか J3 であっても10年後にこうなってるクラブはまだ多分出てくる可能性がある環境だと思う、日本は。だそういう競争をどう促していくかみたいなことも、まあ、ここでやらないといけないのかなと思ってて、まあ、とにかくそれぞれのクラブのローカルでの露出をきっかけに、で出ていくのはその J リーグの職員はその物理的に出ていくだけではなくて、そのデジタルの舞台もそのチームに合ったそのデジタルでの集客の方法を露出をきっかけにやっていったり、育成のところのサポートでも行くし、まあその地域とのつながり、社会連携の活動もお手伝いするしみたいな、まあ本当にね、リーグの職員がどのぐらいできるかどうかは分かんないけど、クラブを伸ばしていく、露出とかプロモーションが地域でうまくいくと、そのクラブの地域での価値は絶対に上がるから、スタジアムに来るお客さんのほとんどはその地域の人なわけで、お客さんの数も増やせるし、お客さんの数が増えてきてクラブの価値が上がってればスポンサー料っていうところでも十分跳ね返ってくるものもあるだろうしっていうような、その循環をそれぞれの地域で作っていくっていうような感じかな。でその中から上でもやれそうなクラブがどこなのか、まあ、ここは多分サッカー面でもうまく当然やらなきゃいけないわけだから、一個だが思ってるのは、ここからの30年、まあ、10年はもうフロントがもうプロになれるかどうかっていう話を、多分これもここでしたかどうか分かんないけど、でもプロでプロフェッショナルとしてどうの伸ばしていけるかみたいなことができるクラブが日本を引っ張っていくっていうようなことになることを期待したいっていう。その最初のおっしゃってた2つのテーマの最初の方、その60のクラブがそれぞれ成長する、うん、でそのための柱となるのがローカルのメディアでの露出っていうのは、この前のののチャンネルでも少し話されましたね。10月から、番組開始したトライアルで、あのことですよね。あれがだから柱っていうか、もうそれはきっかけかな。あれって別にこう長期中長期で地域のサッカー熱を上げていくための、まあ、一つのきっかけ、うんではあると思うんだけど、でああいうものをきっかけにして短期的にもどうお客さんを入れていくかみたいなことをやるのかな。だから多分ね、長いある程度の期間で見ればちょっと面白いことが起こる地域もあるのかなと思う。各エリアメディアでの質圧倒的に上げるっていうことですよね。そこはもう圧倒的に上げれる環境にあるエリアはね、やっぱり関東とか関西とかはまた別の方法を考えなきゃいけないけど、10月から5エリア7クラブで始まってますけども、それをこれから全国展開していくとっていうことですよ。なんかね、 J リーグもさ、クラブと一緒になってその注力試合みたいな今年やってるじゃない。そうですね、ここまでの概ね大体そういう試合で今シーズン一番の入場者数だったりするじゃない。だからなんかもちろんクラブにとっても良かったなとは思うけど、俺はもうリーグのスタッフにとっても、自分たちがこういうことでやったら実際にね、一定の成果出たんだっていうことと、クラブのなんかクラブのさ、試合の看板一緒に運んだりしてるじゃない。ああいうのも含めてクラブってこんな大変なんだっていうのが分かった上で、結果もある程度出すことができたのは、まあ、ちょっと良かったかなと思って。もう一つのテーマの方のフットボールの改革っていうんですかね。ああ、これね、はい、柱となる。これは具体的にはどういうことですか。いくつか、まあ、アイデアはあるのね。お金、まあ、原資をそこに投下すると多分面白いことが起こせるだろうなとか、メリットがすぐにまたは少し経てば出てくるだろうなっていうようなことはあるんだけど、そこに費用を来期使えるかどうかっていうと多分ちょっと難しいような感じなので、例えばチームの数っていうか、そのピラミッドをどうするかっていうのも、まあいろんな考え方があるわけで、今18チームで J1 やってます。それをじゃあ12に、極端にね、12にした方がいいんじゃねえかっていうのもあったりするじゃない。でも逆にじゃあ20にした方がいいんじゃないか、22にした方がいいんじゃないか、まあ多分これはもういろんな考え方があったりするとは思うんだけど、
議論はしてるけど、僕的にはどうかな、今の日本の さっきローカルの露出の話で、そのローカルの放送局では露出はしやすいっていう話したけど、今じゃあ以前と同じように全国ネットで何かをっていうことがもうほぼほぼ難しいじゃん。まあもちろんね、お金使えばできるかもしれないけど、その難しい中で日本全体に J リーグを、まあ、J1 をあれすごいんだっていうふうに見せるためにも、今18個の拠点で J1 のクラブが1年間やってます、はい、でその拠点でその拠点のローカルである程度の露出はしてるんで、その地域にクラブがあるエリアの人は、あ、 J リーグってこんな感じなんだっていうのは分かるかもしれない。だけど言い方変えると、他の地域ではなかなか J1 がどんな感じで今なってるのかと分かんなかったりする。でもしじゃあ2チーム増えて20チームにした時に、18拠点だったのが20拠点になるだけでも、だいぶ多分日本全体に J リーグ、トップリーグってこんな感じなんだっていうのをリアルに伝える場所は増えるじゃない。だから地道ではあるけど、今の日本はそういうそのプロモーションというか成長の仕方をするのも一つ方法としてはあるかなっていうのが、まあ一個で、まあもう一個は、これもさっきの話とちょっと似てるんだけど、5年10年前と比べると J リーグでのまあ売り上げとかの15番目から25番目ぐらいの間のその10チームが結構成長してるんで、売り上げも含めてあんまり変わらなくなってきてるのね。でかつ、どこのクラブが10年後に日本をリードするかっていうことがヨーロッパほど明確に決まってるわけではないから、20チームぐらいが競争のフェーズにしておいた方が、なんかこうグッと出てくるところがあるんじゃないかなっていうのも、まあ一つある。まあ、本当にいろんな、まあ、メリットの方だけを言うと結構まあいろいろあったりするんだけど、例えば今までの18だったらホームゲームができるリーグ戦の数はまあ17試合で、20クラブになった場合は19試合になって今2試合増えます。クラブのリーグ戦としての売り上げは2試合増えるだけでも結構な売り上げ増になったりするとかね、うんうん、なるほどなるほど。まあ、でも一方で デメリット的なものもあることはある可能性があるっちゃあるんだよ。まあ、例えばもうちょっとあの日程がタイトになる可能性があるっていうのはあるよね。でもルヴァンカップの大会方式も含めて、またこの先天皇杯の大会の方式も含めて考えていけば、多分試合数は変わらなかったり、選手への負担は少なくなったりするみたいなこともあるので、トータルで考えて何がいいのか、フットボール的には、フットボール的には何がいいのか、ビジネス的な観点、日本のサッカーの成長を考えたときにトータルして何がいいのかみたいなことを決め考える。その2つのテーマを実行する上で重要になってくるのが、今回の社員総会で決定したガバナンス改革と、9月の理事会で承認を得た配分金構造の見直しということですよね。配分金のことはもうこれ以前も言ってなかった、まだ言ってなかったんだ。じゃあその配分金の見直しの話をすると、今までは J リーグが放映権とかスポンサー料とか、まあ、一括して、稼いできた部分を各クラブに配分するわけじゃない。でそれは J1 と J2 での比率って J12 に対して J21 だったのね。これだけ見れば、おな J1 って J2 の2倍もらえんのかよ、すげえじゃんと思うかもしれないけど、これってじゃあ世界的にどうなのかっていうと、スペイン9対1だっけ、9対1ぐらいなのね。1部に9、2部はもう1しかもらえない。でドイツとかで6対1ぐらいかな。で、まあ、なんでかっていうと、さっきちょっと話したトップのクラブが成長することがその国のリーグの放映権含めた価値を高めて収入が増えるから、その増えた収入で配分していくっていうことだから、大きく売り上げを上げるためにもやっぱトップが輝かなきゃしょうがないっていうのが、まあ多分ビジネス的に当たり前のことなんだけど、それがなんかに日本はなぜかここまでできてなかったのね。まあみんなもう今で言う何、今40クラブ60クラブ、まあある種平等ですって
多分それだと自利品だっていうことはもうずっと言われていたし思ってたんだけど、 そこをなかなか変えるの難しかったんだけど、今回これもだからクラブの皆さんと話をして、こういう状況があるんだから、こっから少なくとも J1 に熱くなるような配分に変えていきましょうっていうのを、まあ、これクラブの皆さんと話をして、まあ決めたっていうようなことがある。そこはでも大きな変化なんじゃないかなと思うよ。 J1 がこれからあの多くもらうようになるってことなんですね、まあ、比率をだから多くするってことね。同じように例えば今の放映権の価値の例えば10倍になれば、当然比率は下がったとしても J2 クラブがもらえる金額はもう圧倒的に増えるわけじゃない。だからな、今1年2年はちょっと しんどいっていうか、まあ少なくなった感じはあるけど、でももっと伸ばしていかなきゃ未来ないよねっていうことに気づいてもらうっていう意味でも、この数ヶ月間の多分実行委員会みたいなのは案外良かったかなと思うけどね。本当 J2 クラブとかからすると減ることになるわけですよね、今までもらえたものが。あの全体的に減る、あの、まあ、これは全体の売り上げの中での話だから全体的に減るんだけど、もう考え方というかもうその思想として、こういう思想でやっていかないと未来ないよねっていうことを今回しっかり握れたんで、そこはまあまあ良かったのかな。だってイングランドプレミアリーグなんかほとんど 10-0 だからね。だって一部しかないんだから。で同じプレミアの中でも分かれてますもんね、上位とそれ以外って。だから そこの傾斜に対しても、それはあれだよね、 J リーグでもそういう傾斜配分的なものはあって、ちょっと前だとなんかその理念強化配分金とかっていうような、まあ勝ったらもらいますトップ3だみたいなのあるじゃない。あれはもう当然これからもあって、で、まあ、もう俺はどっちかというとそのもう上位のクラブ、まあ、9クラブとか10クラブがそれをもらいます。だから要は J1 にお金は寄せるんだけど、それを J1 のクラブ全部がもらえるわけではなくて、 J1 に寄せたお金を上位に行ったクラブがもらえます。要はそこでしっかり競争していこうよっていうような世界を今作った方がいいんじゃないかなって。まあもちろんね、その続けていけるだけのベーシックな部分の配分は今までと同じようにやるけど、まあ、考え方ですよね。これ J2 クラブに対しては減った分何か補填とかってのあるんですか、それともいやそれはなくてもうご理解いただいたっていうこと。まあ、だからなんか一応そのもう僕の中ではセットではあるんだけど、58クラブがどう輝いていくかっていうのはその大きな目的あるじゃない、はいはい、で特に J2 とかの地域にあるクラブはそういうところでのサポートをして、クラブの売り上げが3年後に 1.5 倍になるような取り組みを、まあ、プロモーションにお金を J リーグが使うとか、メディア露出に J リーグがそこにフィーを払って盛り上げていくみたいなことを、まあ、やるっていうような。それとさっきの話がつながるってことですね。そう、文化としては当然どのクラブも 1.5 倍2倍にしなきゃいけないけど、さっきの話と同じトップをどう伸ばすかっていう、その両方をやっていかなきゃいけない中で、限られた原資をみんなに文句言われないように多分使ってるだけだと、まあそれはねうまくいくわけがないわけよ。だからみんなさんで腹を決めて、こっちが伸びればね、あの自分たちにも恩恵あるし、自力をつければそれはそれでこっちも伸びるかもしれないしみたいな、当たり前のことなんだけど、それを組織としてどうやっていくかみたいなことで、なんかいろんなことをそうやって決めていったりする中で、ガバナンスもやっぱりスピーディーにできるようにしないといけないから、そのガバナンスもまあ結構変えて、まあ、理事会をなんかももっとスリムにちょっとコンパクトにするし、まあ、会社の組織も変えるし、今までのままやってると、今までのままも別に悪いものではないと思うんだけど、実行委員会で実行委員の人たちが20人集まって、そこでこう決議しなきゃいけないものとかが多すぎるんだよね。どうでもいいことっていうかさ、本当にどうでもいいことまでそこで決議しないといけないガバナンス体制になってるから、全国から集まって
俺もさ北海道から来てさ何にも喋らないで帰ってくとかって普通なのね。うん、でもったいないじゃない。だから各クラブの困ってることとかこうしたらいいんじゃねえかとかっていう、まあ、もちろんアジェンダにもよるんだけど、そういう会にしなきゃいけないし、同じように理事会も同じような感じなわけよ。世の中ですごく、ね、頑張っていらっしゃる優秀な人たちに月に1回集まってもらって、でそこで決議して議論してスピーディーにやっていかなきゃいけないのがなかなか難しいから、もうこれ変えようよと。でリーグ側の、まあ、執行役員が責任持っていろんなことを考えていって、本当の大事なところを皆さんで話し合って決めていきましょうみたいなことに今回するっていうことかな。今回意思決定のプロセスを変えたっていうことなんですかね、今までと。まあだからそれは多少変わるよ、まあ、とはいえ別にじゃあチェアマンが全部決められますかっていうと全然そうではないんだけど、まあ、理事会でいろんなことを決めるんだけど、物は言いやすくなると思う。問題提起して揉んで解決するっていうスピードは上げやすいかなと思う。ちょっとこの表で言うと今までが、まあ、こういう決め方だったと。この向かって左側現状ですね。リーグ事務局が案を上げて、全58クラブが揃う実行委員会で諮り、でそれで承認を得たら理事会に行き承認を得られるというプロセスだったのを、今後はこの右側の部分ですね、書いてること書いてますけど、簡素化すると。簡素化できればいいよね、はい、これはもう93年から変わってないわけですよね、うん、そう、当時は10クラブだった、そうなんだよ、時の意思決定プロセスなわけですよね。それで今まで来て今60クラブですと。なるほど、そういうことですね。そういうこと、そういうこと、はい、だからね、もう30年前の話をさ今もさやっていい部分ももちろんあるけど、そうじゃないところはね変えなきゃ。だから今の、まあ、環境に合わせた意思決定プロセスでこれから変えていくと。まあ、だってこういうのはむしろほらもうリーグで長くやってるリーグの中の人たちがずっとこう課題と思ってたことじゃない、うん、でまあ俺が来てみて、まあ、前から思ってたことも含めて、その実行委員会っぽいことは何をするのがいいと思うのかとか、理事会はこうあるべきだとかっていうことを話していく中で、まあ、こういうことだよねっていうふうになってるんで、変えれるんだったら変えようよ。俺らが何かっていうよりは、まあ、第三者機関みたいなとこ、第三者機関じゃないな、僕は入らないけど外部の人たちも含めてどうしていくのがいいのかみたいなのをすごく長くやってくれて、だから今の話はそのさっき野野さんがおっしゃったその2つのテーマを実行する上で必要な改革っていうことなんですかね。配分金のこともそうですし、意思決定のプロセスも変えるっていうこと、うん、まあ、だから2つのテーマは分かりやすく今やらなきゃいけないことで出してる2つのテーマだけど、 J リーグが成長していくとか変わっていくためには変えないと、変わるスピード感が出ないと思うようなところなんじゃないかな。いや結構深い話でしたねこれは。そう、はい、いや結構深くなかったですかこの話今の。結構さ成長戦略投げ、はい、いや結構深い話でしたね今の話では。ののチャンネル史上すごい一番ちょっと深い、いや真面目な話だったと思うんですけど、そんなことない。これはそう、まあ、大事な話ではあるけど、こういうとこよりもうちょっとあれじゃん、もうなんかこう表面の話の方がさみんな、いやいやいやそんなことないんじゃないですか。結構今の話っていうのはこれ、うん、成長戦略については結構そうなんだって思う方いらっしゃると思いますよこれ。いやでもね本当どうやったら成長するんだろうってさいろいろあるよね。結構大きな改革ですよねこれは、うん、と思うけどね。いやそうだと思います僕も。今回のガンバランスの件もそうですし、配分金のこともそうですし、まあ、そうなんだよ。やっぱさどうしてもクラブの立場からすると目先の売上とか収入っていうのももちろん大事だから、なんとかそこを確保っていうのはさ、まあ、当たり前の考え方だけど、でもまあ5年後10年後とかそもそもっていうことをどれだけ多くの人が理解してやるかみたいなことが
大事だと思うよ。